今日のお昼ご飯は寿司と聞いてる。これはめちゃめちゃ美味しそう。これいいね。この崩れてるのもアートだね。カリフォルニアロール。いただきまーす。はい。今日は鉢の植え替え。とりあえずもうこのね、ユーカリレモンが伸びきって伸びきって、で、ここもね、スカスカになってるので、これをちょっと入れ替えして、いい感じにします。穴がデカめなんで、こういう軽石ね、こういうのちょっと下に入れて作ってみようかなと思います。めちゃめちゃでかい。完全に身長越されてしまった。完全に超えてるよね。細いまま伸びるのかな、ちょっとな。一応追肥をしておこう。 OK。 こんにちは、上前です。今ね、コメントの方を読んでたんですけど、視聴者さんから質問があって、最近A7S3 を買ったんですけど、ノイズがひどくてなかなかうまく撮影できませんっていうことで、ノイズがあんまり乗らずに綺麗に撮影できる方法はないですかっていう多分ことだと思うんですけど、はい、これについてね、ちょっと文字でね、起こすのちょっと長くなりそうだったんで、もう動画で、お答えします。はい。でもしね、他にも興味がある方、いたらね、聞いていただければ幸いです。どういう設定状況で撮影されているかわからないので、まあ考えられるところをちょっと埋めていくと、もしオートで撮影しているなら、オートではね、設定しない方がいいっていうことですね。はい。まずこれが一番多分言えることで、まあ、オートにするんだったら、例えばシャッタースピード優先モードとかね、絞り優先モードとかにして、ISO の値を自分で決めておけるモードにした方がいいと思います。オートだとね、暗いところに行くと、この ISO をね、結構上げたり下げたりしちゃったりするので、暗いところだと結構ね、ノイズが映ったりするので、まあ、それだったら、まあ、マニュアル化、もしくはシャッタースピード優先とか、その ISO が自分で決められる、モードで撮影するっていうのを、私はおすすめします。もう一つは、ピクチャープロファイルを使っていない撮影をしているんだったら、ピクチャープロファイルを使った撮影をしてみると、さらにね、ノイズが乗りにくい、やっぱピクチャープロファイルもあるので、まあ、その辺をね、ちょっと使ってみるのもいいかなと思います。これに伴ってね、もう一個情報としては、 A7S3 にあるデュアルネイティブ ISO っていうのがあって、 ISO の基準の位置が2つあるんですよ。この2つの位置に来ると、まあ、ノイズが乗りにくい一番ベストな値っていうことなんですけど、まあ、それがピクチャープロファイルの HLG とか S ログ撮影だとか S シネトーンだとか、シネ4とかね、シネ3とかいろいろあるんですけど、まあ、暗いところだったらやっぱりそのデュアルネイティブ ISO の高い方の値に、設定して撮ると、
まあ、高感度で ISO の感度も上げてるのにノイズがあまり乗らないっていう、ISO の感度があるので、まあ、そういう映像をね、ノイズが気になるんだったら、その辺のちょっとを調べて、やってみてもいいのかなと思います。前にね、ネイティブ IS、デュアルネイティブ ISO の、動画とか上げてるので、もしよかったら参考にしてみてください。この辺に上げておきます。まあ、私個人の仕様としては、暗いところでは、S-Log3 を使って撮影しています。デュアルネイティブ ISO の、ね、値が高感度のところで 12,800 まで上げられるんですよ。なので、まあ、暗いところでね 12,800 まで上げられる、まあ、デュアルネイティブ ISO があるっていうのは S-Log 撮影だけなので、他のはね 2,000 とか、その界隈でね結構動いたりするんですけど、ダントツ S-Log 撮影は 12,800 って結構かなり、高い値で撮影ができるので、まあ、夜はねその S-Log3 を使って撮影してます。でここでもう一個大事なのが、ピクチャープロファイル、いろんなピクチャープロファイルを使うときに、やっぱりそのピクチャープロファイルの特性みたいなのがあって、まあ、癖というか、まあ、このピクチャープロファイルだったら何個ぐらい明るめに撮った方がいいとかね、そういうのがあるんですよ。その辺もね意識して撮るとさらにノイズが乗りにくい映像になります。例えば S-Log3 だったらプラス2とかね 1.7 ぐらい上げないと、カラーグレーディングとか色補正をした時に結構暗く映ってるんですよ。で暗く映ってるので結局明るく、まあ、露光をね適正露光ぐらいまで持っていこうと思ったらノイズが乗っちゃうんですね、上げちゃうので明かりを。なのでもうこの撮った段階でなるべく、編集の時に明るくしないように、明るくしなくても済むような設定で撮るのを心がけると S-Log 撮影なんかは特にいいと思います。まあ、あとはこれはもうカメラ自体の設定じゃないんですけど、まあ、夜明るく撮影して、まあ、なるべく、ノイズが乗らないようにっていうことでしたら、まあ、レンズをね、明るいレンズをちょっと使ってみるとかねっていうのもいいと思います。 1.4 とかね、まあ、1.2 とか、まあ、1.8 とかそういう明るいレンズでちょっと撮ってみると、まあ、F 値をねかなり下げれるので、その分明るく撮れて、まあ、その分 ISO を上げなくて済むっていう、ことになるので、まあ、その辺もねちょっと考慮してみるのもいいかもしれません。あとは ISO をね上げるとノイズが乗っちゃうので、 ISO を低く抑えられるようにもう光を足してしまうっていう、例えばこういう、はい、アプチャーのね M9 ってこういうちっちゃいね LED ライト、まあ、こういうね、はい、こんな感じでちょっと眩しいと思うんですけど、これもね結構明るいので、まあ、こういうねちっちゃい何でもいいんですけどライトをカメラのね上に乗せたりもできるので、まあ、そういうライトを足してしまうとか、明かりがあるところにね、行って撮影をするとか、物理的にですけどちょっと明るくして、まあ、なるべく ISO を抑えるっていう方法もあると思います。まあ、今考えられるのはこれぐらいですかね。この方がコメントしてくれた花火をやった時の動画があるんですけど Vlog で、その時はね S シネトーンでちなみに撮ってます。 S シネトーンで、で S シネトーンはこの露光をねあえて1プラスとか2プラスにせずに0で、私は基本的に撮ってるんですけど、だいたいねその見たまんまの感じの明るさで編集する時も出てくるので、まあ、基本は0で、夜でも0で撮ってます。 ISO はねデュアルネイティブ ISO の値が、S シネトーンは2000なので、夜はもう2000にそのまま上げてしまって、まあ、これで明るいレンズ使ったらね結構ね明るく撮れます。はい、でこの時使ったセットアップなんですけど、まあ、A7S3 と 35mmF1.4 のね G マスターレンズで撮ってます。はい、このセットアップで、まあ、1.4 の明るいレンズなのでちょっとねノイズが乗りにくくなってもいますね。そのね花火した場所は本当に暗い場所なので、花火じゃないところを撮ってるところは結構ノイズ乗ってたりするんですけど、 Vlog みたいな感じだったら多少暗くてもね私は別になんかリアルでいいのかなって思ったりして、無理やりね編集で上げたりしないようにもしてます。質問していただいた方、参考になっていたら幸いです。ということで Vlog 毎日上げてるので、動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまた明日お会いしましょう。